初のですね、味噌を作るのに蒸し器を使ってやってみたいと思います。これは北海道産の一升ですね、700円ぐらいするものですね。大豆が国産で北海道産の一升700円と、質がものすごいいいものを使用してます。これ今20時間以上つけてですね、本来であれば18時間で、店屋さんの方から言われたんですけども、ちょっと仕事の関係上時間の方が、守れないでですね、つけすぎちゃったんですけど、これでいきますんで、工程工程で動画アップしていきたいと思いますんで、見てみてください。味噌作りの美味しく作るやり方なんですけど、まず蒸すという工程が一番美味しい。次に煮るっていう工程ですね。で、最後に圧力釜という工程になります。圧力釜になると、もうビタミンっていうものは殺されてしまうので、おすすめはできません。時間は時短という関係で言うと、圧力釜が一番早くできます。で、これでやっていきたいと思います。ではでは。